フランスのための運動は、フランスの政党。保守、伝統主義、国家主義を標榜する、右派政党。フランス民主連合を離党したフィリップ・ド・ビリエによって1994年11月20日、創設された、ド・ビリエ党首の出身地である、バンデーが地盤である。フランス民主連合を構成する。 共和国連合に所属していたフィリップ・ド・ビリエは欧州統合に反対し新党を結成した。こうして成立したフランス運動は欧州会議論の政党として発足した。1999年の欧州議会選挙では同じく欧州会議論者のシャルル・パスクは率いるフランス連合と共同戦線を組んで選挙に臨み、 全体の13.05%である230万4285票を獲得し13議席を得た。2004年の欧州議会選挙では7.6%で3議席を獲得した。欧州議会内では民主と独立会派に加わっている。2005年の欧州憲法批准をめぐっては批准に反対した。2007年フランス大統領選挙には ドビリエが立候補し、818,407票を得票し12人中6位につけた。党員数は2万人。一般に右派政党とされているが、メディアによっては極右政党としている場合もある。ありがとうございます。